失礼します広島県の世羅町立世羅西中学校から参りました研究主任の宮岡秀明といいます本校は研究テーマを ICT を活用した効果的な通常学級における特別支援教育の開発として優位感覚タイプの分析に基づいた ICT の効果的な活用を目指した研究を進めています現在文部科学省の調査などを見ても分かるように 通常の学級に在籍しているが支援の必要な生徒は全国的に見ても数多くおりまたそういった生徒に対する支援が行き届いていない状況にあると言われていますそこで生徒の特性に応じて ICT を効果的に活用していくことで通常の学級における特別支援教育の開発を目指して研究を進めています1年目の取り組みを図で表すとまず研究のための理論整理を行い 有意感覚タイプを見取る方法を作っていきましたそれと同時に教職員の ICT スキル向上に向けての研修を行い授業での効果的な活用を進めていきましたこれらの研究を土台にして本研究のテーマである生徒の優位感覚タイプに応じて ICT が効果的に活用できたかの事例検証を進めていきましたまず研究のための理論整理について 有意感覚という概念から説明しますそもそも学習者は様々な情報を視覚、聴覚、体感覚を通して理解しようとしますところが人によって情報収集の好みや理解度には違いがあり入ってくる情報量が異なるため自分の有意な感覚を通して学習していきますこれが有意感覚というもので 視覚優位、聴覚優位、体感覚優位の3つがあると言われています。例えばこのスライドの学習者は視覚優位者と考えられます。このことを踏まえると次のような指導や学習の改善に生かすことができます。本研究ではこの2つ目の生徒のタイプに応じて ICT を効果的に活用しながら支援の工夫を考えていこうとするものです。生徒が どの優位感覚を持っているかを見取る方法を作っていきました。これは優位感覚チェックシートのアンケート項目の一つですが、ある場面を想定してこういう状況のときどうするかを生徒に選択させます。1は視覚優位、二は聴覚優位、3は体感覚優位の項目です。これらのチェックシートを集計し、通常の学級で支援を必要とする生徒を ターゲットパーソンとして設定し、授業の中で ICT がどう効果的であったかを研究していきました。その一方で、教職員の ICT スキルの向上に向けての取り組みも進めました。はじめは誰,誰もが ICT 機器を使えるというわけではありませんでしたが、ICT 自主研修会を行い、ICT スキルの向上に努めました。昨年度は12回、今年度も6回実施し、 本校の教職員だけでなく町内の教職員にも本校の機器を使いながら取り組みを町内にも還元していますこれは授業中に ICT を活用して指導する能力の推移です自主研修を通して教職員の ICT スキルは格段に向上し授業での活用が大きく進んでいきました2年目の課題と取り組み計画について説明します 課題としては本研究のテーマに関わる優位感覚タイプに応じた ICT の効果的な活用について効果があったと言えるだけのエビデンスにまだまだ乏しいということです。そこで2年目の計画としては ICT を活用した事業がターゲットパーソンに対してどう効果的だったかの事例を積み上げているところです。具体的にはこんな生徒にこういった支援をしていきたい と考え授業を行います授業後にその生徒に場面を振り返らせ効果があったかをインタビューしますこれがインタビューをまとめたものです支援が効果的だったかを4段階認知面上位面でどうだったかをインタビューで聞き取ります現在こういった事例を一つずつ積み上げているところです最後に2年間の成果と見通しについてですが現在こういった優位感覚の生徒には こういった使い方が効果的であろうという仮説がようやく見えてきたようなところです。これからも一つずつ実践事例を積み上げていきたいと考えています。本日は時間の関係上、研究の詳細を述べることはできませんでしたが、10月9日に行われる公開研究会では、他校でもご活用,ご活用いただけるようなものを提案していきたいと考えています。以上で世良西中学校の中間報告を終わります。ありがとうございました。